ら。エンジェルクリームのチョコレート味を発見しまして、美味しそう。絶対美味しい。いただきます。
間限定の。めっちゃ和風な味がする。うまっ。今日行った店で見たことないドーナツがいっぱいあって、あのこれハニーチュロのチョコレートかけ、見たことありますか？うん、これはうまい。めっちゃ美味しい。めっちゃ好きかも。やば、うまっ。これも珍しくない？初めて見たんだけど、ポンデピスタチオのストロベリーみたいな名前なんだけど、ピスタチオのクリームがね、ポンデリングの生地に入っていて、ここにいちごのストロベリーのソースがかかっているんですって。美味しそう。うまっ。待って、これやばい、めちゃくちゃうまい。ナゲットってさ、5個入りじゃなかった？え、待って、6個入ってる。
ャラメルっぽい匂いがする。うん、お菓子だ。これや、うん、熱すぎる。酒パス。無限ポテト、ガリチュウ、
ミオよりもさっぱり失礼しました。ミオよりもさっぱりしていて飲みやすい、味は薄めかな。美味しい。美味しいですか？いただきますよ。
おお、美味しいです。これいいじゃん。え、すごい。美味しい。うん。そのままエンゼルクリームを凍らせたって想像するでしょ。もうそのまま、そのままの味です。強いて言うならこのパンがなんかエアロみたいな、こうそこ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 みたいな、そういう食感になってて、これすごくとても美味しい。バレザーゴルスケ、あのこれ完全に名前がいいです。すごいゴリスケ顔だゴリスケいい匂いする。これ別にいい匂いしないよ。別にこれ、うん、マジでゴリスケ、めちゃくちゃゴリゴリしてる。でもけど水の感覚が大きすぎて、ゴリスケ ASMR。 お疲れ様でした。